ございます。おやすみなさい。どうも赤石です。元の大福です。こんにちは。コメントでこのようなことが出てきたので早速実践してみたいと思います。行きましょうか。はい、ぜひこんなことやってっていうのあったらどうぞ言ってください。全部やります。それではやっていきましょう。行きましょう。レッツゴー。今から左だけでやるから見ておけ。え、きつい。なんか割と普通の縛りの方がまだ楽なんだけど。かっこいいんだけど。いやだー。普通にうまい。これさ、絶対俺復帰できないんだけど。いてててて。いけー、いけー、キャッキャッキャッ。はい、いった。やばいぞ、やばいぞ。いけそうな気するけど、わかる。え、支えるだけで右使っていい？支えるだけコントローラー。いや、支えるのはいい。オッケー。やべえ、俺右にすればよかった。左じゃガードしづらい。ほら。開いて。ラケットね。ほらチュー。ここ見つかえ、見つかえ。くそ、見つかえなかった。ほら待って、こっから右にしていい？あ、いいよいいよ。右にします。ダッシュ攻撃むずいな。あわー、ほら、ほら、あ、やりやすいやりやすい。間違えた。ほら、いった、当たるのかよ。勝てるぞこれ、ワンチャン勝てるぞ。イエーイ。ちょっかい、もっかい、あ、もっかいやる。スクラウド。じゃあピカチュウにするかな。舐めてんのか。舐めてんのか。ピカチュウで。これで勝ったら俺さっきのやつなしだからね。なんでだよ、引き分けだろ。え、じゃあもしこれ勝ったら次普通にやって勝った方が勝ちね。クラウド勝てないんだ。やべえ、ネジついてる方に。やべえ、負けた。ほら、使い方が分かんない。これは勝てるよ、マジで。これしか分かんない。これかっこいいよね。それ痛い、ほんとに。はい、スマッシュも貯めれる。入る。あ、ジャンプからの攻撃。それは無理だった。え、待って、どうやって。違う、それ違う、スマッシュ出ねえ。何が技出すのか忘れてた。あらやば、勝てる、勝てるぞ俺。なんだこれか。今だ。はい、いやー、ガードだ、ガードするんだ。これだ、これ、これはできるぞ。投げもできる。くっそ。やば。やばいよ、どけて。当たりに行く技。勝ったわ、これ。おい、違う。勝ちました。じゃあ、次普通にやって終わろっかな。圧倒的さを見せつけてやる。やるぜ。さあ、両手でいきます。両手縛り。いけー。俺は両手を縛る。縛ってないよ。あ、くそー、ダメだ。ちゃんと解放されてるけどね。いや、ほんとにやりづらいなー。妹ね、ガード下手くそだから何でも当たるからね、これ。はい、集中してまいりました。無言になりました、妹が。あー、痛い。じゃあ俺じゃ勝てで。いや、うらー、いや、もうやだ。スマッシュが何でも当たってくれるもん。つまんねえ。どれどうぞ。痛い、くらえ。逆イエー。これに弱いから妹。ドーンと当たるから。いやー、死ぬのか。死なねえよ。死ぬのか。いやー。
もう決めていい？やだ。俺はもう勝つ準備はできている。やだ。いきます、やります、私もう決めてしまいます。はいはいはい、かっこいいぞこれ、かっこいいぞ、なんだよそれ、かっこいいぞまあこんな感じだわ。やだなもうあ、またね、なんかもうちょっといい感じのやつあったら教えてくださいそれでは終わりたいと思います。はーい、はっ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 、どうだったムカつく、ムチカツか、ムチカツだ、よーし、いい様だじゃあコメント読んでいきたいと思います。はい、縛りの方は割とちょうどいい範囲になってた気がする。スマブラの縛りはあと片手のみ操作、ボタンはどれでも OK みたいのもあるらしいよA 縛りの方、ピクミン使わなかったら多分勝てたんじゃないあれ正直勝てたかもね、うん、ピクミンはあれね、ダメだわピクミン投げて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 、あと何すればいいんだって赤子兄さん可愛い、お疲れ様です。赤子兄さんとか勝手にいてごめんなさい。この俺様が可愛いだと俺は今とてつもなく激怒だ。なんで俺は男に生まれたからには可愛いなんてめめしい言葉は一切クソくらえ、うっこくらえっていうのは冗談でありがとうございます。どうぞ赤石兄さんでも赤石ちゃんでもいいですよ赤石ちゃん移動縛りは無茶すぎる、 B 縛りはキャラさえ選べてたら普通に勝てそうだね。うん、やっぱこういうコメントが多いですね。本当その通りだと思います、はい。ビクミンじゃちょっと厳しいね。紫ビクミンだよりだよね、あれね。そうだね。紫ビクミンが3匹いたら強いんじゃない後々にコメントに出てきます。イェイ。移動縛りは草。草はえお疲れ様です。移動キーなしでの戦いは辛そうですね。B ボタン主体も大変そうでしたね。ダークさん、便利おめでとうございます。ありがとうでもね、結構ね、練習したからね、普段でもお兄ちゃんになんか変なキャラ使われると勝てるよなんだよ、その顔。俺は手加減してやってんだあー、やっぱりね、二人で楽しくやるにはね、たまに負けることも必要だよね問題出そうとして噛みまくるの草生える、生えた生えたいや問題ね、出そうとしたんだよいやあの後ね、やり直してもう一回言ったんだ、完璧にな、完璧にね。でもな、使われなかったまあ削ったの俺なんだけどさいやあの問題もう一回出したわ、出すあ、じゃじゃん問題、はい、なんで忘れたわはい、画面越しの友達です。スマブラを縛りルールで戦う発想はすごいです。笑いのツボが浅いですね。とにかく楽しそうでよいでもこういう小ネタ結構あるあるあなたの笑いツボ浅いですねって、浅すぎます。押してやっかツボ、いや、いいです、いいです、忘れっとだ変な編集入れられる勝利おめでとう。ここに紫ピクミンが3匹いるじゃろ、スコッ今日のスコアちっちゃかったねスコッスコッはい、あなたに大喜利を出しますここに紫ピクミンが3匹いるじゃろ、それはこねて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 さつまいもじゃなあ、面白いだろ、うちの妹は。もう一回押しちゃっかズボーンわお疲れー。